こんにちは、粟田洋介です。皆さんは絵を描く決まり事みたいのを聞いたことがありますか？私はあんまり知らないんですけど、何か規定とか規則みたいなこと、例えば絵を描くときに紙の白い部分を残してはいけないとか、もう絵を描くんだったら紙とかキャンバスからはみ出して描かなければならないとか、そういうこと、それ以外にもたくさんあると思うんですが、そういうことですね。例えば自分が描いてる絵に流派、何々流とかそういうのですね。そういうのがあったとして、その何々流っていうのに決まり事があって、で自分もその何々流の絵を描いてるんだったら、その規則は守らないと、その何々流っていう絵は描けないと思うんですけど、私の考えは、絵なんて自由に好きなように描けばいいんだと思っているので、決まり事とか規則なんかなくて、もしもなんかこうしなければならない、こうしてはいけないみたいなことがあった場合は、その理由、どうしてそうしなければならないのか、なぜそうしてはいけないのかって理由を知る必要があると思います。まあそれも選択ですから、理由を知らなくてもいいんですけど、私自身は絵を描くっていう自分自身を表現することに対して、わけのわからない規則とか決まり事、そんなものはいらないと思っています。自分を表現するわけですから、決まりだからとかじゃなくて、自分が理由を知って、それでやるべきかやらざるべきかを決めたいと思っているんです。私はあんまりそういう決まり事とかあんまり知らないんですけど、ちょっと聞いたことがある8個ぐらいのそういうこうしましょうとかこうしてはいけないみたいなことについて、ちょっと私の思いついた理由も含めてお話ししていきたいと思います。ルールナンバーワンってわけじゃないんですけど、絵を描くときに写真を見て描いてはいけないっていうことですね。このことは私がどこの学校へ行っても言われたことです。写真を見て描くんじゃなくて、実際のものを見て描こうということですね。私自身は写真を見て描いたっていいと思ってるし、写真を見て描いてる人もいっぱいいるし、プロの方でも写真を見て描いてる方もいっぱいいます。ではなんで写真を見て描いてはいけないって学校で言われるのかというと、絵を描く練習をするときに、写真を見て写して描くのは実際の物体とか風景とか何でもいいんですけど、実際に見たものを描くことに比べるとほとんど練習にならないからです。平面に描いてあるものを平面に写すのは簡単なことです。ですが、立体的なもの、ものがあって距離感があったりとか、実物のものにはその他いろんなものが含まれています。例えば遠近感だって、写真で平面的になったものですと、見える距離感とかが平面的にわかるので、もう簡単なんですけど、立体的なその距離感とか形とかその大きさとかですね、そういうものを平面で描こうとすると、自分の力で見て、自分の力で考えなければなりません。あとは実際に見た形とか距離感とか質感とかそういったことだけじゃなくて、実際に体験したエネルギーっていうのは写真からは得ることができません。どんなに素晴らしい天才写真家の写真だったとしても、その写真っていうのは写真を撮る人の感性から映し出されたものなので、その場で自分自身の感性で自分自身が体験したその情景というか、そういった自分自身で感じたエネルギーっていうのは、まあ写真も含めて人の作品から得るっていうことは難しい、もしくは絶対にできないと思っています。その他にもいろいろな理由があるかもしれませんが、写真じゃなくて実際に見て描くっていうことにはたくさんの理由があります。ですが、実際に絵を描くときに実物を見ることができないものっていう部分が存在します。例えば身近な人とかだったら見て描くっていうことができるかもしれませんが、そうじゃない人の似顔絵とかは写真で見るしかない場合もあると思います。それから動物でも景色でもいいんですけど、今すぐ描かなきゃないんだけど、それをすぐ見に行くこともすごく難しいっていう場合は、ちょっと検索して画像を見て描くっていうこともよくあります。私もそれはよくやっています。例えばこの人の似顔絵描いてほしいって言って、その写真を見せられた時に、もう写真しか見るものがないですから、その写真を見ながら描くんですけど、その写真を元にして描いても、そのまま写すんじゃなくて、なんか自分の感性とかそういうのを入れて描くので、そういう資料として写真を見るのはしょうがないんじゃないかと思っています。そして実際に見たものをたくさんスケッチしたりとか、そういう体験をたくさんたくさんしていることによって、写真を見てもその写真をそのまま写したりとか平面的に描くんじゃなくて、その自分の経験からその写真をもとに自分の作品を作り出すっていうことができるようになるんじゃないかと思います。なので写真じゃなくて実際のものを見て描いて練習するっていうことはとても有意義なことだと思います。だから学校で写真を見て描いてはいけないって言うんじゃないかと思うんですけど、違かったらすいません。
ですが、その理由を聞いた時に自分がどうしたいかですね。写真を見て描いてはいけないんじゃなくて、写真を見て描いてもいいし、実際のものを見て描いてもいいし、どうしたいかは自分で決めていいんだと思います。これもアート系の学校でよく言われることなんですが、自分の作品は説明しなければならないみたいなことですね。あとは絵を描く理由がなければいけないとか、まあいろいろそういうことなんですけど、でも私自身説明なんてしなくたっていいし、絵を描く理由なんてなくたっていいと思います。ただ自分が絵を描きたい、それ以外に何が必要だというのでしょう。ですが、まあ別の動画でこのお話をしたことがあるんですが、作品を説明することによって、より多くの人がその作品の魅力に気づいてくれるっていうことがあると思います。それから自分が絵を描く理由だったりとか、そういった話っていうのもすると、作品とかその作家自身とかに興味を持っていただくことが大いにあり得るっていうことです。それでも興味を持っていただけないことはある場合もあるんですけど、ビジネスで絵を描くんであれば説明ができたりした方が有利だということで、学校でそういう風に教育されるんじゃないかと思っています。これも違かったらすいません。ですが、これは私の考えなんですけど、説明したい人はすればいいし、したくなければしなくてもいいし、好きなように絵を描いて、その後は個人の自由だと思っています。なので、写真を見て絵を描かないっていうことも、絵の説明をするってことも、規則でもなければ決まり事でもなくて、それも選択だと思います。これは私が子供の時に確か母親が言ってたことなんですけど、多分私の母がどっかの絵の先生もしくは誰か絵を習ってる人から聞いたことなんじゃないかと思うんですが、黒っていう色はない、だから黒を使ってはいけないみたいなことですね。でも子供の時から私は黒い絵の具もよく使いますが、黒い絵の具を使ったっていいと思うんですよ。だって黒い絵の具があるんですから。でもその黒っていう色はないから使っちゃいけないっていう意味もわかるんですよね。どういうことかっていうと、実際物を見た時に私たちの見ているものっていうのは光が当たっています。光が当たって見えた黒っていうのは黒なんだけど、青っぽかったり赤っぽかったり緑色っぽかったりとか、同じ黒でもいろんな黒があって、なんかを見て絵を描くときにただ黒って塗るんじゃなくて、ちょっと混ぜて作った別の色が入った黒っぽい色、そういったもので描いていくと、ちょっと赤っぽいなとかグリーンっぽいなとか薄いとか濃いとか、そういうものを見る目を養ったりとか、描く力がついたりとか、色を混ぜて作る技術が上がったりとか、まあそういう理由なんじゃないかと思っています。それから絵を見る人によっても、ただ黒が使われているよりも、そういう風に書いてある黒を見る方が魅力的に感じる方々もいらっしゃると思います。自分の作品に魅力を感じてくださる可能性が高くなるということもあるかもしれません。そういう風に考えていくと、自分の作品にいろいろな黒を取り入れていくっていうことを私もちょっとやっていきたいななんて思ったりします。でもそれは決まりだからとかじゃなくて、そういう効果があるんだったらちょっとやってみたいなっていう、これも自分の選択ということになります。さっき初めに言ったんですけど、紙とかキャンバスの白い部分を残してはいけないっていうことですね。それは私が子供の時にどっかで聞いたのか、ちょっと思い出せないんですが、紙の白い部分、余白、周りの部分とかを残して描いている素晴らしい絵っていうのはたくさん存在します。なので余白を残しちゃいけないなんてことは絶対にないと思います。でももし教える人がそういうふうに言ったとしたら、きっと理由があると思います。たくさん理由があるかもしれませんが、ちょっと私が思いつくのは、ある人がなんかちょこちょこっと描いて、それはそれでいいんだけど、もっとなんか表現できるんじゃないか、そう思った時に、じゃあもう白いとこ残さないでバーって描いてみたらどうだろうって感じで提案して、で描いてみて、それでいい場合もあれば良くない場合もあるかもしれないし、それを続けることによって良くなるかもしれないし、ちょっとわかんないんですけど、そんな理由で白いとこ残しちゃいけないみたいな、もしくはちょっとなんかここら辺に描くだけみたいな人がいて、なんかもっとバックグラウンドとか描けるようになったらいいのにななんて思った場合は、そういう方を教えてる先生だったら、バックグラウンドを描いてみたらいかがでしょうって感じで、人によってはバックグラウンドを描いた方がいいんじゃないかとかで、なんかあんまりにも小さく描いてるから、もう白い部分を残さないで描く練習をしたらどうでしょう
みたいな提案、そういう風にしていることによって表現の幅が広がるかもしれないし、そういう理由だとちょっと考えられるんですが、そんな理由でもなければ白い部分を残して何がいけないんだと私は思います。なんか水彩画で白を使っちゃいけないっていうのもなんか聞いたことがあります。水彩絵の具には白っていう色が存在します。それで私はそんな水彩画のテクニックってあんまり知らないので何とも言えないんですけど、白い絵の具をなんか活かす方法っていうのはあるんだと思います。でも結構水彩絵の具っていうのは白い部分は紙の白い部分を活かして色がついた部分を絵の具で描くみたいな、そういう手法があるので、まずは白い絵の具を使わないで紙の字を活かすために練習になるから、そういう風に白い絵の具は最初は使うのはやめましょうみたいなのはあるかもしれないんですけど、ちょっとこれもわかりません。でも私は個人的に水彩絵の具だろうが何だろうが好きなように描いたっていいと思うんですよ。白が使いたかったら白を使えばいいし、まあ薄い色から濃い色を塗っていくっていうのがあるんですけど、濃い色から薄い色を塗ったって自分が描きたいように描ければどう描いたっていいと私は思っています。ちなみに私は透明水彩絵の具で描くときは白い絵の具は使ったことがないかもしれないですね。でもそれは私の選択で、そういう風に書いた方が書きやすいからそういう風に書いてるっていうだけの話で、決まりだからそうしてるわけではありません。ちょっとこれは最近人から聞いた話なんですけど、作品にサインをしたらもうその絵には書き足してはいけないみたいな、そんなことを言ってる方がいらっしゃったそうです。それを聞いて私はその理由は何なんだろうと思いました。それで私は2つの理由を思いついたんですが、1つが絵を描いてるとやめ時、終わり時がわからない時っていうのがあります。どのぐらい描いたらその絵が完成するんだっていう心が見極められなくて、なかなか終わらないでずっと描いちゃうみたいな人が結構いらっしゃるっていうのを聞いたことがあります。でもまあいつか終わらせて完成させるのでそれはそれでいいと思うんですけど、もっとビシッともう完成したって言ってピタッてサインしてやめるって感じにしていきたい人だったら、じゃあサインをしたらもう書かないって決めたらどうだろうみたいな方法もあるんじゃないかと思います。でもこれはそうしなきゃいけないってことじゃなくて、そうしたいからそうするっていうことだと思います。もしくはサインをしたらもう書かないっていうのが自分の美学で自分でそう決めてやってる人もいるのかどうかわかんないですけど、サインしたらもうその絵に触れちゃいけないなんていう考えの理由みたいのは私にはその2つしか思いつきません。もしも他にも理由があるっていうのも知っている方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えてください。で、最近アップした動画で描いてたこの絵なんですけど、サインをしてしまったんですが、ちょっと直したいと思っています。なので直していこうと思います。動画を撮りながら絵を描いてると、絵がよく見えない時があるんですよね。なので後で気づくことが結構あります。あとは結構私の過去の動画をご覧になっている方はお気づきかもしれませんが、たまにサインをした後もちょっと描き足したりしています。ちょっとこの尻尾の部分の色を暗くしました。で、後で見て尻尾なんて描かなくてもよかったなぁなんて思ったんですが、まあつけることにして、なんか同じ色をしててもなんか手とか顔とかその場所によって濃さが違ったり色が変わったりってことはあると思います。あとはこれもよく昔よく聞いた話なんですけど、絵はもうはみ出して描きなさいみたいな、そういうことですね。はみ出して描くことは悪いことじゃないし、ある意味いいことだと思います。何がいいかっていうと、すごい元気いっぱいだし常識にとらわれない、もう最高ですよね。だからといってはみ出さなきゃダイナミックじゃなかったり、はみ出さなきゃ自由じゃなかったりっていうことはないと思うんですよね。それどころか、はみ出さなければならないという規則を作ることによって、規則っていうのは不自由を作るってことですから、自由じゃなくなっちゃうと思うんですよね。でもまあ、はみ出して書いてみたらどうだって言われて、はみ出して書いたらすごくいいものができた、よかったって自分でそう思うんだったらすごくいいことだと思います。あとははみ出してはいけないっていうことも、まあね、きっちりはみ出したくない人はきちんと書いた方が自分が納得いくんだったらはみ出さないで書こうってそれでもいいと思うんですけど、はみ出すこともはみ出さないこともそんなの規則じゃないと思います。
もし規則があるとしたら、どこかの場所で描いてて、その場所で絵の具を垂らしちゃったりとか汚してしまってはいけないような場所だったら、絵の具がその辺にくっついちゃうって迷惑がかかっちゃうとかね、そういう場合だったらはみ出さないように描こうとかね、そういうのあるかもしれませんけど、自分のアート表現としてそんなルールに従う必要はなくて、まあそうしたいんだったらするっていう、それは個人の選択でいいんじゃないかと思います。ちょっとこれはさっきの黒の絵の具と被るんですけど、色は混ぜて作らなければならないみたいなことって聞いたことありますか？私はあるようでないようで、ちょっと覚えてないんですけど、決まり事としてじゃなくて、昔学校の先生から教わったんですが、絵の具のチューブから出した色をそのまま使うと、見る人に、あ、この色使ったんだ、例えばウルトラマリンブルーを使ったんだみたいな感じで分かっちゃうそうです。なので色は混ぜた方がいいっていうことは聞いたことがあります。私自身はウルトラマリンブルーをそのまま使って何が悪いんだ、まあウルトラマリンブルーじゃなくて他の色でもそうなんですけど、そう思うんですが、同じ絵でも混ぜて作った色を使って描いたのと、混ぜないで規定の絵の具の色の名前がわかる、そういう絵の具を使ったものだったら、混ぜた方が高く評価してくれる人が多くなるんだったら、私は絵の具を混ぜて描いた方がビジネス的にもいいんじゃないかと思っていますが、これもまた決まり事じゃなくて、個人の選択の自由でいいんじゃないかと思っています。でもそういう風に考えると、私自身はもうちょっと色を複雑に混ぜて描いてもいいかなーなんて思ったりもします。でもそれは私の選択です。まあどうしなきゃいけないとか、どうしてはいけないみたいな、そういったことの理由を考えないでそのまま従っていれば、もしかすると成功への近道、上達への近道、何かへの近道になるかもしれません。でも理由を知らないでやってることによって、必要のないこと、もしくは失敗への近道をしてしまう場合もあるかもしれません。まあ私の場合は、指摘されたことをなんでだろうって考えて、その指摘は従わなきゃいけないのかとか考えて、まあ理由を説明してもらっても自分が感覚的にわからなければ納得できないで、でもそういう指摘をただ忘れて無視するってこともできなかったから、絵を描くことについても何もかも私は遠回りをしてしまっている人間なので、こうした方がいいとかこうしない方がいいとか、そんなことを皆様にお伝えできるような人間ではありません。なので、なんか決まりがあったら理由も考えないでそれに従うっていうのも一つの選択だし、理由も考えないでただ無視するっていうのも一つの選択ですし、まあ理由を考えて取り入れるか取り入れないかを選ぶっていうのも一つの選択肢だと思います。考えれば考えるほど、物の答えって一つや二つじゃない、もしかすると本当無限にあるんじゃないかなと思います。ただ私自身はこれを人に勧めるわけでも押し付けるわけでもありませんが、絵なんて好きなように描いたらいいんだと思っています。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。